Peggy 18. こんなとこまで作り込んでんだみたいな。堂々それ以上の怖いパートは必ずあるんだ。 Beautiful yet terrifying. 恐ろしく美しい村。イーサンの全てを描き切る作品。まあ、バイオセブン作った時にそのイーサンってキャラクターはある種プレイヤーのカメラそのものみたいな無色透明なキャラクターとして最初考えてたんですけど、やっぱりこう一本ゲームとして完成させてみると、それでもやっぱイーサン・ウィンターズってキャラクターに我々自身もすごい愛着が生まれてて、やっぱりその彼のその後ってどうなるんだろうみたいな、彼の物語って今後どうなっていくんだろうっていうのはやっぱり僕ら自身もやっぱり知りたくなったんですよね。まあ、それでやっぱりその続きの作品作るとしたら、やっぱり主人公はイーサン以外に考えられないだろうなと思って、それはかなり早い段階で決まったと思ってます。ミレッジでは当たり前ですけどセブンと同じか同等それ以上の怖いパートは必ずあるんですけれども、まあそこだけではなくて、まあファースト PV 見てもらったら分かると思うんですけど、かなり光源設計がセブンとは打って変わって、恐ろしく美しい村というのをビジュアルのコンセプトに立てましたので、その部分はかなり達成できてるんではないかなと思います。 We're really proud of how Resident Evil 7 turned out. So we took elements from that titleAnd really grew them in scale for Resident Evil Village. Not only did we up the graphics and elements of survival horror, but we focused on making the world and the atmosphere all around it feel both beautiful yet terrifying. まあセブンになってこれは本当に怖いのかっていうのを、まあ一つずつデザインですね、見てた時に一旦過去のロジックを忘れて、恐怖のためにも本当に自分たちで考えて一歩ずつやってったっていう感じですね。それに比べてビレッジはもう少しキャッチーで、まあ親しみやすいというか、そっちのデザイン路線を今回多く入れるようには心がけました。ビジュアルの美しさとか、その本当の意味での作り込みってところは AD の高野を本当に信頼してるので、もう彼に一任はしてるんですけど、やっぱりディレクターとしてはそのエモーショナルな瞬間はどこなんだろうとか、やっぱりそのタイミングで与えたいフィール、その恐ろしさなのか美しさなのか、あるいはなんか残酷さとか他のフィールなのか、やっぱそこを考えて、じゃあそれを実現するための絵作りをしてくれよとかいうのはやっぱ僕の役割だと思ってるので、まあ、一つの村っていうとやっぱ、まあ、なんか小さなイメージ持つような人もいるとは思うんですけど、実際今ビレッジ見るともう遠くの遠景までもうすごいやっぱりリアリティで作り込んでたりとか、もう向こうの山の向こうまでめっちゃ綺麗に作ってるみたいな感じで、ものすごい広がりを感じる舞台として、まあ、背景ってできてるんで、やっぱそこは実際に自分で歩いてみて、うわすげえこんなとこも行けるんだとか、こんなスポットあるんだとか、こんなとこまで作り込んでんだみたいなっていうのは主観視点でこう見てほしいですね。自分ならではのプレイっていうのがどれだけできるかっていうところを意識してるんですよね。その自分でその困難に対して工夫して立ち向かっていって攻略していくっていう、まあ、そういったプレイの幅っていうのはセブンからかなり意識して広げています。なのでやっぱりそこはぜひ自分自身でプレイして、その試行錯誤してやっぱり実際にプレイして体験してほしいなと。バイオハザードってやっぱりそのプレイするホラー映画だと思ってるので、うん、そこは実際プレイしてほしいです。The first person perspective works really well to draw you into the world we've created. You'll want to take your time to fully explore the detailed environments and the fully designed set pieces. The only way that you could make it any more immersive, I guess, is to scan yourself and put yourself in the game. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. But the forest greeted them with a dark.Cold silence. The bushes empty. And into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. まあ絵本を使った理由はですね、すごくいろんなバラエティに富んだ作品になる、商品になるなぁと思ってたんですね。まあ一番良くないのって結構やっぱりいろんな素材が出た後にまとまりきらずにお客さんが何だったんだろうってなっちゃうのが一番まずくて、まあそこでどんなバラエティなものが飛んできたとしても、もうあたかもすごくいろんなバラエティあるものが一つの書物に収まってるかのような、まあちょっとできたらなぁと思って考えてました。
You really need to play the Resident Evil games to get the full experience. All the little touches and ideas that the designers add are fully realized and come together once you make it through the entire game. 僕はそうですね、ビレッジは、うん。僕はやっぱりそうですね、イーサンっていう一人の人間の物語を、イーサンっていうそのキャラクターの一つの、うん。すべ、うん、イーサンの全てを描き切る作品だと思ってますね。うん、やっぱりその僕もセブンで作り出したイーサン・ウィンターズっていうのを最後まで見届けたいと、うん、それがビレッジの一つの軸かなと。